この世界、リーンバウムとそれを取り巻く異世界のすべてを巻き込んだ大きな戦争がありました。それはとても愚かで悲しい争いでした。たくさんの涙とたくさんの血が流れた末、人々はようやく過ちに気づき、壊れてしまった世界を一つにつなぎ、新たなる絆を育むことを誓い合いました。そしてようやくリーンバウムに新たなる平和の時代が訪れたのです。
さすがにこの時間の森は真っ暗だな。ああ、アルカちゃん、本当にギフトはこんな森の中に入っていったのかい？まったく、あいつはまたなんでそんなことを。認めさせる？俺を？森の中で？どうやって？ハク、やっとのことで休暇が取れて故郷に戻ってきたっていうのに。相変わらずうちの弟の考えてることはよくわからないな。そうなのか？ああ、そっか。あいつは元気にしてるか？君の家族に迷惑かけてたりしないか？よかった、アルカちゃんにあいつを頼んで正解だったよ。うちの両親は子供の教育にはどちらかというと無関心だからな。すま、アルカちゃんには関係ない話だな。それはまあ楽ではないかな。特に俺の働いている海峡都市セイバールでは召喚士のやるべき仕事が多いんだ。セイバールはリーンバームでも特に異世界との交流が盛んなところでさ、大勢の異世界人が普通に町中に住んでるし、その分揉めたりすることも多い。そのトラブルを一つ一つ解決するのが俺たちの仕事ってわけなのさ。さて、いくら屋敷の近所だからといって夜の森は子供には危険すぎる。さっさと見つけて連れ戻したいところなんだが、こいつはちょいっと暗すぎるな。よし、じゃああいつを呼ぶか。アルカちゃん、危ないからちょっと離れていてくれ。困った時にはクロスに頼る。なんせ苦難を分かち合う間柄なんだしな。新しき英知の技と戦眼の導きによりて、今ここに召喚の扉を開かん。祝福されし制約の名のもとに召喚師エルストが求める。来い、俺の相棒。呼びましたか、エルスト。ああ、呼んだ呼んだ。ここまで森に入ったんだけど、どうにも足元が心もとなくてさ。ライトつけてくんない？それだけですか？あ、うん。まあいいです、いつものことですからね。おお、明るい明るい。お前がクロスでほんとよかったぜ。それはどうも。おう、どうだ、かっこいいだろ。そうだろうそうだろう。まったく、すぐ調子に乗って。で、本当にランプにするためだけに私のことを召喚したのですか？おっと、そうだった。いや、実はな。あの紙切れに書かれてた通りに間違いなくやったのに、なんで
あんな変なものが湧いて出てきちゃったんだよ。お探しの弟君とやらはこの方で間違いないですかね。ああ、間違いない。ありがとな、ガウディ。アルカ、それに兄さん、久しぶりだな、ギフト。いきなり心配かけさせやがって。ま、無事で何よりだ。ん？少し背も伸びたか？うん。ごめんなさい、兄さん。僕のこと心配して来てくれてありがとう。礼を言うなら俺よりもアルカちゃんにな。わざわざ知らせに来てくれたからお前を探しに来てやれたんだ。アルカ、わかってるよ。別に怒ってなんてないから。ありがとう、アルカ。兄さんに知らせてくれて。警告します。どうした、ガウディ。距離140、数は7。種別と脅威レベルは特定できませんが、複数の何かが急速にこちらに向かってきます。何かって何なんだよ、そりゃ。あいつらだ。逃げよう、兄さん。あいつらが泥がやってくる。なんだこいつらは。察知しましたが、データベースにはないタイプの生物です。少なくとも既存のリーンバーグの生物ではないと判断いたします。となると霊界サプレスの悪魔か、その影響を受けた眷属ってところか。断定はできませんが、おそらく。おった。出身はどうあれ、やる気らしいってことだけは間違いなさそうだな。どうやらライト以外にも私の出番があったようですね。結構ハードな戦いになりそうだぜ。問題ありません。それが私の専門の分野ですから。そいつは頼もしいことで。兄さん、逃げるんだ二人とも。でも大丈夫、何も怖いことなんてない。あいつらは俺たちがやっつける。